すごいみんなと同じドキドキ感味わいたいなって思って、今回ねストプリグッズ開封していきたいと思います。すごいな、王子衣装、ここに来て王子衣装のみんなが連発できてる。見てほら、かわいい、表情がいい、ビジュアルがいいわこれ。どうも皆さんこんばんは、さとみです。今回なんですけども、じゃん、見てくださいまちょっと机に乗っちゃってて申し訳ないんだけど、こちらです。じゃん、はい、ストプリグッズ。以前ね、僕のツイッターで、やべ、グッズ今日までじゃんって言って、やべ、買うの忘れてたって言って、俺がこう何買おうかなみたいな迷ってる画像あげたと思うんだけど、実際に買って届いて、なんとね、今回、開封していきたいと思います。いや、これ、めちゃめちゃテンション上がるな、これ。見て、ほら、これ、俺がいる。なんかさ、自分のアクキーとかさ、やっぱ自分のグッズだからもらえるのよ。いつもさ、そのスタッフさんからもらえはするものの、こういうランダム系のやつってなんかこう開けたことなくて、ちょっとなんかすごいみんなと同じドキドキ感味わいたいなと思って、今回ねこの全20種類のまずメタルカードから開けていこうかなと。まあランダムなわけなんだけど、とはいえやっぱ一番自分のが欲しいわけよ。どうすんだこれで、メンバーのサイン入りとか聞いちゃったら、当たりだぞ、当たり。さすがにね、まあ、さすがに出ない、さすがに出ない。缶バッジとかもあるからね。さあ、それでは開けていくか。わあ、なんかこういうカード開ける瞬間っていいよな。うわ、この感じがな。しかももうあれなんだ。一級入魂だ。一級入魂だ、みんな。見てみんな。ほら、これが裏側です。じゃあ行くよ。一枚目、早速見てきます。せーの。じゃん！お！すごい！俺だ！見て、最初から自分だよ、これ。いや、えぐいわ、めっちゃ嬉しい。しかもさ、これ、カードそのままじゃなくてさ、スリーブみたいなのに入ってんのすごくない？このケースというか、これ。普通のカード入ってないと思うよ、多分これ。普通のカードっていうか、なんかトレーディングカードの話しちゃってごめんね。なんか一泊5枚入りぐらいのやつで。めちゃめちゃ綺麗。ちょっとこのカメラで伝わるかな、この綺麗さが。すごい綺麗なのよ、とにかく。ちょっと縁起がいいから、ここに置いとくわ。今日一発目で出てくれたっていうので。だいぶ縁起いいよ、これ。じゃあ2回目いっちゃおっかなー。ちょっと待ってね。裏、あ、こっちが裏面やんな。こっちが裏面ってことは、こっちからこうやって出して、はい、2枚目いきます。え、どうする？最初から俺出ちゃったから、これサインとか出ちゃったらどうすんの？これ本当に。いくよ。せーの。はい。あ、転んだ。あ、てか待って。これめっちゃ可愛い。このカードめっちゃ可愛いぞ、マジで。このメタリックのやつ。この背景のカード超可愛い。いや、この反射感がマジで美しいんだけど、この反射感動画で伝えるのすごいむずいな。めちゃくちゃいいんだけどな。じゃあ、これも並べとこ。そして、じゃあ次もっかい行きますと。はい、行くよ。せーの。じゃん！リール！びっくりした、今。パッと見さ、この白いやつがサインかと思っちゃって、背景が。マジでサイン来たかと思って、ちょっと今、言葉詰まったわ。全然サインじゃないし。でも、みんな違う種類のやつというか、まだ被りがないのはそれでそれですごいぞ。メンバーの被りもないし、背景の被りもない。てか、俺これ10枚しか買ってないんだけど、10枚じゃコンプリートできないじゃん、これ。ツイッターで出そうかな。交換募集っていう。そして4回目いきます。せーの。じゃん！ルート！シャテキングルートや。いいね。この射的ルートは、俺の、この、金魚持ってる、俺と同じラインナップやな、これお祭りの。後ろの缶バッジ、究極に映えないんだけど、この袋のまま山積みにしてて。いや、いいな、メンバーまだダブりないな。さあ、この流れで言ったら、ジェルが出てほしいところだが、さあ、行きます。スイじゃん！あ、ルート！ここに来て、メンバーがついにダブってしまう。でも同じカードはまだ1枚もない。ルートが出ました。メタリックルート。王子衣装だね。この王子衣装かっこいいな。これライブ衣装とかで着たいけどね。もしかしたらあるか、未来。いきますよ。6枚目です、これ。折り返し地点。せーの。しらリーヌ！あ、いや、被ってない。王子衣装バージョンリーヌ。ここまで被りなし。被りなしなの素晴らしいな、本当に。さあ次7枚目いきます。せーの。はい！コロン！王子衣装コロン！すごいな、王子衣装ここに来て王子衣装のみんなが連発できてる。そろそろジェル1枚は欲しいところ。そして俺の王子衣装も欲しいところではある。さあ行くぞ。俺の王子衣装かジェル来い。行きます。せーの。はい！あ、ジェル来た！やった！みんな見て！ジェル当てたよ。このジェルめちゃくちゃいいな。表情が超いいわ、これ。何がすごいって、ここまでダブりなしっていうのがすごいよ。
ここまでダブりなしだよみんな。さあ残すはあと2枚いきますよ。さあそろそろダブる気がする。どうなるか。せーの、じゃん。あ、俺だ。お、なんかびっくりするって。この背景の白サインなんじゃないかって一瞬びっくりしちゃうから。これみんなもさ、これサイン来たと思わん？この感じめちゃめちゃ思わせぶりな顔してるんだけど、表情がいい、ビジュアルがいいわこれ。さあそしてラス1。いや俺の王子衣装も欲しいけど、ここまでダブリが1枚もないのがすごいなこれ。さあ果たしてサイン入りは抜けるのか抜けないのか、どっちなのか。いきますよ皆さん、せーの、来い。来ない、サイン来ない。けどこれ最終的にダブリなしで22222。え待って、すごい、みんな2枚ずつだよ。ジェル2枚、リール2枚、コロン2枚、俺2枚、ルート2枚。すごくないかこれ、ある意味ね。ただ、まあ、当たり前なんだけど、俺的には、これが一番好き。これ。この、みんなを揃えたかったんだけど、まあ、当たり前だけど、同じ柄のみんなは揃えられませんでした。これめっちゃ可愛い、これ。いや、いいなぁ。これ俺のコレクションケースに飾りたいなぁ。さあ、じゃあ缶バッジ開けていくか。俺これ缶バッジのこの感じもさ、俺全然味わったことないから、ちょっとすごい楽しみなんだけど、いくよ。こういうことでしょ、だから。つまりこういうことでしょ。せーの。はい。え？俺じゃない？この感じ。俺かリーヌでしょ、この色。じゃーん。リーヌ、俺じゃなかった。めちゃめちゃここだけ見たらピンク。リーヌが1。そして、この缶バッジ開けるのめっちゃおもろいな、これ。はい。あ、これは俺だわ。これは絶対に俺。わかる。この色見て。めちゃめちゃ同じ色してない？ここだけ見たら。せーの、じゃん。あ、俺じゃねえ。あ、俺じゃねえやつだ、これ。全然俺じゃなくてさ。はい、行くよ。あ、今度こそ俺。これは絶対俺。もう周りドピンクだもん。行くよ。せーの、じゃん。やんな。だよな。かわいい。てか、缶バッジいいな。なんか自分でこう当てる缶バッジってなんか格別の良さがあるな。また一個、スタッフさんたちから受け取る自分のグッズとは遥かに違った何かがあるわ。じゃん。これはメンバー全員だろ。この感じは。もう知ってんだから。ね？でも、ダブってない。ここまでダブってないよ。さあ、缶バッジは20個ぐらい買ったから、まあ、いろんな種類集まるんじゃないかって思いつつも、おっと、被ってない、被ってない、みんな。被ってないよ、まだ。実は被ってないからね。被りがないっていうのがすごい。被らせたくない、俺は。あわよくばサイン欲しい。どうすんの、みんなこれサイン本当に出ちゃったらさ。どうすんの、一体。爆運だよ。これ絶対リーヌ。あ、ジェルか。じゃん。ジェルだ。この端っこの色だけ見たら、マジで誰がわかんねえな、これ裏だけ見たら。おもろいな、この、誰が当たるかドキドキ。象眼張っても、画角に全部収まりきらないって悟ったんで、ラストちょっとこういうの当たったよって言って並べて撮るようにしようかな。さすがにこの画角はちょっと撮れないわ。で、ちょっと今から開けていって軽く6個ぐらい並べちゃおうかな。まあでもこの端でなんとなくわかるけどね、誰か。なんとなくリーヌと俺わかりづらいけど、ルートとかすんごいわかりやすい。じゃあ行くよ。これ絶対ルートでしょ。あれ？あ、ジェルだ。あ、ジェルとルートもちょっと、あーでも言われてみたらオレンジだな。ちょっとこのカメラ越しに見ると分かりづらいっちゃ分かりづらいけど、言われてみたらだな。これジェル。じゃあこっちがルートやん。ルートでしょ。え、ジェルだこれも。ルートの色だと思った、後ろだけ見てたら。じゃあこれもジェルやん、絶対。同じ色やんこれ。なんでやねん。ちょっと俺も思ってたけどさ、これは本当にこっちこそルートだなってちょっと思ってたけど。行きます、次。はい、これ俺でしょ絶対。あー、わかんねー、後ろだけ見たらわかんねー。あー、俺でしょ、変わんねー、この二つの後ろから見たとこ変わんねえ。絶対これも俺やんじゃん。そうでしょ？あざっす。いや、いいね。見て。ほら。かわいい。これかわいいな、これ。缶バッジだと今んとここれが一番かわいいかも。このシリーズがね。さあ、これで全部なわけだけど。あー、俺はもういないか。これなんか全員集合っぽいもんな。これ絶対全員集合じゃん、これほら。全員だよね。あ、これ被ったか？ついに被ったな。これ被り1の、これも全員集、あ、これリーヌか？これどっち、俺かリーヌどっちかだ。あ、リーヌだ。あ、もうサインなくなった。これでリーヌのサインもなくなった。これも全員集合っぽい。行くよ。じゃん。全員集合。被って、ルナ、これ被ってんな。あ、この感じ見ると、あと俺と、俺じゃないわ、ルートとコロンしかない。これ、サインの入ってる。もう、これ全部ルートとコロン、この5個。行くよ。じゃーん。
が出ない。サインが出ないよ。いくよ。じゃーらん。ルートだ。さあ、サイン来い。ここで、サイン来い。せーの。はい。来ないか。来ないか。これ多分コロンラスト。ラストサインチャンス。いくよ。せーの。じゃん。来ない。で、これ本当に最後に行こう。俺的に、周り見る感じ、これルートだと思う。ルートの浴衣だな、これ。行くよ。行くよ。サイン、来い。ルートのサイン、せーの。じゃん。あはは、サインならず。サイン来なかったが。いやー、数が足りねえのか。でもダブり全然なかったな。2、3個しかダブんなかった。それはそれですごいよね、なんかね。いや、でも実際ここでサイン、数少ない当たりのサインを俺が当ててしまったら、それはそれで気まずってなるからね。本人たちや、みたいな。それはそれで気まずいから、まあ。まあでも良かったっちゃ良かったな。俺そんな気まずさ置いたくないからな。で、あとね、クリアファイルもあるんだけど、ちょっとこれ、クリアファイルの、この、表面が、見て、めちゃめちゃ反射すんのよ。だから、ちょっとクリアファイル俺の手元で開けちゃおうってか、あとサイズがでけ。サイズがシンプルに大きくて、見せれるかな？ちなみにこのクリアファイルで、ラストです。一人目、コロン！じゃーん、コロンです。いや、まだわかんない。これ当たりワンチャンまだ出る可能性残ってるからね。まだ諦めんの早いよ、みんな。次の子、誰だ？お！違うパターンの、透け感のあるコロン来た。この透け感のあるやついいよな、これ。中に何を挟むかでね、表情というか色が変わるから、めちゃめちゃ自分好みにできていいなって思ってた。はい、そして次、せーの、じゃん！ルートだ！これも、スケスケルート。夏祭りシリーズ。射的のやつだな。ちなみにクリアファイルは確か10、10買ったんだっけな。ここまで里見ゼロだよ。そろそろ欲しい、来てください。じゃん！あ、ピンク！これ絶対俺じゃん。ほら。背面これ。あ、てか透けてる。こうやったらめちゃめちゃ透けた、なんか光に当たって。じゃーん！あ、かわいい！これめっちゃかわいいじゃん！めちゃくちゃかわいいぞ、この俺。いいね。この夏祭りシリーズいいな。はい、そして次はジェル。王子ジェル。次は浴衣リーヌ。そして次は浴衣等身リーヌ。そして次は全員と。あと2枚。待って、サインチャンスが。サインチャンスがもう終わっちゃう。当たったら気まずとか言ってちゃんと狙ってるからね。次も全員。やばい、あとラス1。みんなこれラス1だ。頼む。頼む、ラスト。来い。行くぞ。来てくれ。あー、サインじゃないけどめっちゃ可愛い。ラスト、全員集合でした。めちゃめちゃ可愛いけど、サインゲットできんかったか。いやー、ちょっとドラマ作れると思ったんだけどな。さすがに甘くないか、そんなに。はい、というわけでね、皆さん、まあ、今回の結果こういう感じになりましたと。すごい数だよね。すごい数だけど、やっぱサイン付きの道は厳しいんか。数が足りなかったか。いや、でもなんかこう、いつもはさ、スタッフさんからさ、自分のアクキーとかさ、缶バッジとかさ、もらえるんだよ。で、俺も家のさ、なんかその、グッズボックスみたいなのがあって、そこに飾ってたりするんだけど、こうやって自分で開けたグッズはマジ格別だな。このカードめちゃめちゃいいぞ。このカードシリーズ、これね、最初からスリーブに入ってるっていうのがまた、カード好きの俺からしてもありがたいっていうのが嬉しいわ、この配慮が。というわけでね、サインは当てることができなかったけど、すごいなんか、いつものグッズとは違う楽しさというか良さを知ることができたのが、みんなの気持ちがまた一個分かったわ、これで。グッズを開けるっていう。これは楽しいわ。開封動画とかね、なんか撮ってくれてる人とかはね、たまにいるのよ。放送とかしながら開けてたりさ。その気持ち分かるわ。これはおもろい。でもね、ダブリも少なかったし、めちゃめちゃいい結果だったんじゃないかなっていう。あんまりダブリってなかった。合計で見ても、どんなんだろうな。缶バッジなんか、ダブってるのなんて、今ここでパッと見、2個ぐらいしかないもんね。あって3個。多分2個なんじゃないかなと思うけどね。カードも1枚もダブりないし、クリアファイルもダブりなかったね。すごい上々なんじゃないでしょうか、でも結果としてはね。まあでも俺としてはやっぱり、この真ん中の里見リーヌのこの背景の、それぞれメンバー集めたいな。これ5枚並べたいわ。ちょっとこれ交換に出すしかないな、これ募集して。俺から何あげようかな。俺から何あげよう。あ、これと
これと3枚交換してくれる人いませんか？スマイルメディカルデラックス。このデラックスっていうのは手頃の場所にある目薬で交換楽するっていうとこにかかってるからね。今適当に考えました。お疲れ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。